皆様おはようございます。今回は十勝に来ており、その帰りです。列車の発車表がイラスト入りになっていて、とっても楽しい新得駅です。なんと新得と新夕張の間は普通運賃の切符のみで特急列車に乗れる特定区間なんですね。今回は9時21分発特急十勝4号に乗って55キロ離れたシムカップへ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。まもなく1番線からトマム南千歳方面札幌行き特別急行十勝が発車いたします。261系5000番台、通称浜名瀬編成として運用されている特急十勝4号がやってまいりました。普通運賃で浜名瀬編成に乗れるってすごくないですか？いやー、ワクワクしますね。2021年5月21日まで1日 0.5 往復の運用で浜名瀬編成が特急十勝として走っています。この浜名瀬編成で運行されている日にちについては JR 北海道のホームページをご確認いただければと思います。特急十勝4号新得駅を定刻で発車です。実はこの時浜名瀬ラウンジにいたんですよ。お客様が誰もいなくて、少し広いアングルで撮ってみました。ものすごい加速度で新得駅を出発しております。キハ40がホームや待機線にたくさん止まっていました。やはりまだまだ十勝はキハ40の宝庫ですね。冬の役目を終えたラッセル車も止まっていましたね。また訪れてみたいものです。ディーゼルの豪快なエンジン音でものすごいスピードで加速をしていく浜名瀬編成です。やはりベースがキハ261系のエンジンだけあって、加速はさすがですね。発車して間もなく突っ込んでいくようにトンネルに入っていきます。いやー、かっこいいですね。右や左への急なカーブを重ね、標高が高くなっていきました。上から見下ろすように十勝平野を見ています。間もなく十勝もお別れ、日高山脈を越え石狩平野へ向かいます。ちなみに先ほどお話ししました特定区間について詳しくお話しします。新得から新夕張の 89.4km の区間は、特急列車が1日上下合わせて22本も走っていますが、なんと普通列車は1本も走っておりません。ですので JR 北海道はこの区間を特定区間と定めまして、この区間を乗車する場合は普通運賃のみで特急列車に乗れる特別な措置を行っております。新得と新夕張は普通運賃が1890円、特急運賃は1150円かかるんですけれども、この特急券の1150円分が不要になるという大変お得な区間なんですね。ただし特定区間として特急券が不要になるには大事なルールがあります。新夕張もしくは新得で必ず降りなければなりません。それ以降の区間を乗車したい場合は後続の列車に乗らなければならないんですね。例えば札幌から帯広へ向かう場合、新夕張で降りて次の列車に乗って新得へ向かいます。そしてまた新得に着きましたら降りて後続の列車に乗り換えて帯広へ向かっていくという方法になります。新得と新夕張の駅で降りて再び同じ列車に乗るということはできないんですね。各種フリー切符でもこの特定区間を利用できますので、お役立ていただければ幸いです。特急十勝4号トマム駅に到着しました。トマム駅周辺には大きなスキー場がありますが、夏はリフトに登って雲海を眺めたり、アウトドアを楽しめるスポットがたくさんあります。関庄線新得からシムカップの間 55.1 キロの間に、途中の駅はこのトマム駅のみになっています。時刻表を見ると各駅停車のように見えるんですが、実は一つ一つの駅の間の距離がかなり離れているのが特徴です。 JR 北海道の特徴でもありますね。自由席の客席の方に移りました。腰に当てるクッションのカラーリングが本当素敵ですね。鉄道の旅を彩ってくれます。いや、それにしても山間部の景色がとっても綺麗ですね。信号所とトンネルの繰り返しが続く関庄線、そんな中トンネルを抜けたほんの少しの時間に日高山脈と向川の絶景が広がります。すごく綺麗な景色を見つけて、あ、
と思いカメラを取り出すと、またトンネルに。何も撮ることができずに長いトンネルが続く。赤潮線はそんな繰り返し。でもそんな山間部を減速することなく 100km 以上のスピードを出したまま走行する特急は本当かっこいいですね。このきつい勾配も難なくこなしていく浜名湖沿線、本当かっこいいです。目的地シムカップ駅に到着しました。最後に浜名湖沿線を見送りたいと思います。ピンクの車体が可愛らしくてとても好感を持てます。ブレーキ解除音本当かっこいいですよね。札幌へ向けて出発です。皆様、今日の動画いかがでしたでしょうか。普通運賃のみで行く新都からシムカップへの鉄道の旅、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたら高評価やチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。